てっぺん。大陸の東にあるという神々と人間が行き着く地、人々はこの地をアマツの国と呼ぶ。最愛の君を奪われ、空虚の闇に捕らえられた哀れな霊人は光を求めて暗黒をさまよう。闇の世にも地ある。忍び寄る怪しい理想に誘われ、奈落の底で醍醐天魔王へと転生をなす。終点高々と吹きそらしたる絆の旗のもと、醍醐正々と居並ぶ光の軍勢。主大事と命を投げ出すは光の身にあらず。憤怒の涙を流し復讐を渇望するアンク。天君は頭巾の軍師をアンクのもとに差し向け、アンクの神帝に反逆の炎を焚きつける。地獄の豪華のごとく怪しく揺らめく妖光に身を委ね、魔の脅威は光に襲いかかる。虚と見せては実と変わり、実と見せては虚と変わる。霊軍師の策略、光を闇に誘い込む。朝日に映じきらめき渡り、戦場を駆けるなでしこたち。朽ち果てた大地に今ぞ花咲く。戦国最強カノツノの兜をいただく光の使用者、爆雷を放ち闇を投げ放った。世の安寧を願う孤高の女王、自らの命を賭して闇の本性を暴く。乱世を操り、陰悪に微笑む二層の影が夜の帳に滲み浮かべて、深淵から立ち上がる霊気、九つの王を表した神をも凌駕する妖魔王。光と闇の勢いは猛烈を極め相まみえ、汚れ不浄の炎か、清廉潔白の光か、いざ尋常に勝負。カードパック、アマツの国合戦リリース。